まで自分がガキ大将的だったのがだんだん腰と皮向け二皮向けね、まあ、丸くなってきたっていうんですか。一番最後までトレーニングしてるし、ウォーミングアップも一番最初やって一番最後までトレーニングして、で最後に、自分で鍵をかけて帰ると。
特に初戦はすごいいい形で終われて、その後残り3試合は、まあ勝ちはしましたけど、内容的にはあまり良くなくて。J リーグのデビューというのが優勝という素晴らしい思い出になりましたね。そうですね、まだだけど この経験を生かして、オリンピック代表の方で、今年はオリンピックイヤーなんで、オリンピックの方でもね、その経験を生かしたいです。エンジンを組んだ時に、楽しみながらやろうぜって言ったんですよ。そしたら中田に、吉勝の顔が一番硬いよ、表情硬いよとか言われて。
ここはゆっくり日本は大きくゴール前に上げてきた佐藤にこれからの感動ファーストこれを広がっていったゴール前トリックはどうするかブラッド・ベベットカウンの大セーブベベットの振り思わずベベット世界のベベットが顔を追いましたカモ監督は彼ら若手世代を積極的に招集した。世界での経験が豊富な若手の力がアジア予選突破の鍵になると考えた。自分たちがやっぱり A 代表になってそして変えていくんだと。歓喜の輪に加わらない選手が2人いた。中田英寿は試合再開に向けてすでにポジションを取ろうとしていた。もう一人は川口能活。2人は世界で戦ってきた経験から肝心なのはこれからだと思っていた。
日本はまだ経験がなかったので、その1対0のリードを守り抜けるその試合運びのうまさというのはなかったと思うんですね。ツバレフ、ツバレフシュート。本当に僕泣きながら試合してたんですよ。それぐらいやっぱり追い詰められていたんですよね。でそこでまあそれだけ余裕がなかったっていうことなんですけど、精神的にも肉体的にももう疲労はピークに達していたので、もう絶対これで終わらせてやるという気持ちで僕はジョホールバルに入っていきましたよね。まだ持っている、ドリブルで上がる、ドリブルで上がる、左足どうか、こぼれている、やったー、最後は岡野、日本勝った、日本勝った、ワールドカップ。
2001年にはイングランドのポーツマスへ移籍。日本の守護神はサッカーの母国に期待を持って迎えられた。しかし、でベイトン・オリエントディビジョン3のチームに負けて、その次の日に、日本へ帰った方がいいという帰国勧告をされた時ですね。あの時は何が何だか本当に分からなかったし、なんでこういうことになったかも全然分からなくて、本当に起きるのも、自分が意識が戻るのもつらかったし、その起きてこれからそのまあ目が覚めますよね。まあ、目が覚める前に意識が戻る瞬間ってありますよね。それも辛かったです。そうね、出られない悔しさもありますけど、でも、まあ、その中でこう自分に何が足りないかっていうものを、ね、こう見つけながら、イングランドのサッカーをやっぱり知って、自分の体の中に何ですか、吸収してというかね、それからやっぱり、まあ、一つ一つこう積み重ねていければいいと思いますけど、とにかく自分がヨーロッパでプレーをし続けたいという、で日本人のゴールキーパーとしてヨーロッパでやるという夢を果たしたくて。負けたり、その点取られたりということを、まあ、自分のせいに しすぎてる、まあ、せっかくデンマークに外国に来てるんだから、もっと楽しんだらどうだっていうプレーを楽しむことを忘れてたような、まあ、そのことを思い出したというか、まあ原点に戻れたというか、はい、それはありますね。世界には素晴らしいゴールキーパーがたくさんいる。彼らと戦うためには時間が必要だから、その時間をかけて戦う第一歩を歩き出したと、そういうことですね。決めました。正面でしたが、危なかったですね。日本崖っぷちです。ヨルダンの4人目を止めなければ、川口が止めなければ、日本のアジアカップ連覇は夢と消えてしまいます。よっしゃ、止めた、止めました、踏みとどまった日本。いや、川口ナイスセーブですね。ただ日本が追い込まれた状況に変わりはありません。すべては川口のプレーにかかっています。この5人目、ヨルダンは決めれば準決勝進出。川口が止めるか、そうですね、イブラヒムが外せばサドンデスで PK 戦は続きます。川口外してくれました。川口の気迫、中澤止められました。再び日本崖っぷちへ。日本追い込まれました。川口が止めればまだまだ PK 戦は持ち越されます。
ズブーンが決めればヨルダン準決勝進出。川口止めた、止めました、止めてまたクロスバーに弾き返して、これは何ということでしょうか。川口の執念。川口がまた止めれば日本準決勝進出。ディフェンダーのバニヤシン7人目、ヨルダンは3人連続で外しています。長い助走を左で蹴っていきますが、川口よし、日本準決勝進出。崖っぷちから這い上がった日本、ヨルダンを PK 戦で破って準決勝進出。苦しい苦しい道のりでした。最初に PK を外してしまった中村俊輔は、守護神川口の胸にしばらく顔をうずめていた。いや完全神様でしょ、日頃からお世話になってるのにまだ助けてくれるのかと思うし、今でもそういう感謝の気持ちはあります。まあ、ポジション変わったりね、まあ、いろいろなことあったんですけど、まあ、最後まで冷静に対応できたと思います。まあ、とにかく止めることだけしか考えてないです。肝心な時にチームが一つになれなかったなと、そのやっぱりそのチームとしてその一体感の、一人一人の能力が高かったんですけど、チームとして一つになれてなかったことが敗因だった。